モルガンアベニュー駅は、ブルックリンクイーストウィリアムズバーグのモルガンアベニュー、ハリソンプレイス交差点にある、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の駅で、終日 L 系統が停車する。モルガンアベニュー駅は1928年7月14日に、BMT カナーシー線のブロードウェイジャンクション駅、モントローズアベニュー駅間延伸と共に開業した。タイルワークモルガンアベニュー駅は、 相対式ホーム2面2線の地下駅である。ホーム壁面には BMT スタイルのタイルモザイクの帯と駅名標が設けられている。帯は茶色、タン、オレンジといったアースカラーを主体に白のアクセントが入っている。モルガンを表す M の名板とタイムズニューローマン帯でモーガンアベニューとレタリングされた駅名標が等間隔で設けられている。方向案内板の矢印も 同じ様式になっている。駅は歩道ではなく建物の下にあるので、ホーム上の柱は正方形断面の太いものになっており、白タイルが貼られている。柱すべてに白いモザイクの地に黒のサンセリフ体でモーガンアベニューとレタリングした駅名標が取り付けられている。モルガンアベニュー駅には出入口が2カ所ある。1999年の MF ドゥームの シングルアイヒアボイセズのミュージックビデオに当役が登場する。また、音楽ゲームのロックバンドでもニューヨークの場面で当役が登場する。ありがとうございます。